皆様おはようございます。9月6日日曜日。暑い日が続きますが、暦の上ではもう秋ですね。共に主の前に祈りを捧げ、新しい一週間を始めましょう。主よ、私たちの口を開いてください。栄光は父と子と精霊に。 主を褒めたたえましょう夜は去り新たな日を迎えました心と思いを一つにして共に祈りましょう私たちはこの新しい一日をあなたの賜物として喜び過ごします神よどうか私たちと共にいてください あなたの光によって私たちの心をあなたへの愛で燃え立たせてください。アーメン。今朝の詩編は第119編41節から48節、交互に唱えます。主よ、仰せの通り慈しみと救いをもたらしてください。 私の口から真理の言葉を取り去らないでください。私はあなたの裁きを待ち望む。あなたの定めを学んだ私は今自由に生きる。あなたの勧めを喜びとし、 何にもまして大切にする栄光は父と子と精霊に初めのように今も世々に限りなく「アーメンいざや第一の歌「いよ神は私たちの救い私たちは信頼して恐れることはない」 あなた方は喜びを持って救いの井戸から水を汲む。その見業を多くの民に伝え、皆のあがむべきことを語り継げよ。シオンに住む者よ、声を上げて喜び歌え。 イスラエルの聖者はあなた方のうちで大いなるものであると栄光は父と子と精霊にはじめのように今も世々に限りなくアーメンマタイによる福音書第十八章十五節から兄弟があなたに対して罪を犯したなら 言って二人だけのところで忠告しなさい。いうことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の承認の口によって,確,て確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。 教会の言うことも聞き入れないなら、その人を違法人か徴税人と同様にみなしなさい。はっきり言っておく。あなた方が地上でつなぐことは天井でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天井でも解かれる。また、はっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、 私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。今日のお話は宣教のためではなくマタイ教会内部に向けて書かれたものと言われています。マタイの教会はシリアでユダヤ教の主流から拒絶されながらも 異教世界に生きる人々に、違法人たちに受け入れられていきました。しかし信仰の歩みが全く違うユダヤ人と違法人を教会としてまとめていくのは難しかったことでしょう。今日の日課、マタイ福音書18章では、罪を犯した兄弟についてどうしたらよいか、具体的な方法が記されています。今を生きる私たちは、 改めてこの見言葉からのメッセージをどのように考えていったらいいのかご一緒に考えてまいりたいと思います私たちはコロナ感染症の広がる中で世界の国が今どのような感染状況にあるかということに敏感になっていますそして国境や身分などを超えて感染が広がる様子に 世界が一つにつながっていること誰もが同じ人間であることを改めて思い知らされています医療経済の困窮が社会のさまざまなところに影響を及ぼしていますがその影響は真っ先に社会的弱者に襲いかかるという現実が身近にあることを知らされています日本経済は社会的弱者とされる女性や子ども 不安定な労働をせざるを得ない人々難民、難民など海外からの避難者など、これらの社会的に弱い立場の人々が経済の調整弁のような役割を果たす構造となっています。この困難な状況の中でコロナ感染者に対する避難も問題になっています。今は誰が感染してもおかしくない状況でありながら、 感染した方の勤務先に電話やメールが殺到したりインターネット上で誹謗中傷されたり感染者の家族に対する過剰な反応が出るなどまるで犯罪者のような扱いいを受ける現象も起こっています理性ではおかしいなと感じていてもストレスや不安恐怖から逃れるためまた社会の安定を願う正義感からか 感染者を非難すす。る風潮が見られますしかし一旦風向きが変わると避難する側とされる側が逆転するという現象も簡単に起こりえます。正義は神にのみあるということを忘れ人間が正義を振りかざすことほど危険なことはありません。イエス様が今ここにいらしたら誰に手を差し伸べられるのだろうと想像します。 すべての人の救いを願われる神様が、いつも弱い者や小さいものに目を留め、救いの業を始められることには深い意味があるのではないかと思います。歴史を振り返ると、社会的弱者とされた人々の痛みに寄り添うところから、私たちの社会は新たにされ、 今までとは違う豊かさに気づか,気づかされるという経験を私たちは積み重ねてきたことを思い起こしたいと思いますこの「マタイ福音書18章は」はイエス様の話された教えで構成されています今日のお話の前には3つのお話があり全部で5つのお話が書かれています時間がないので本当に 大雑把に簡単に紹介しますが1つ目は自分を低くして心を入れ替え幼子のようになるものが一番偉いと言われた話2つ目は小さなものをつまずかせるものは石薄で海に沈められてしまうという話3つ目は迷い出た子羊の話そしてこのお話があり最後のお話は来週日の箇所 主人に自分の負債を免じてもらったのに仲間の借金を許さなかった家来の話。どの話も慈しみ深い神が常に弱いものや小さいものなどいわゆる終焉化された人々に目を注がれていることがわかります。これらの話は私たちを一人も残さず救おうと深く愛してくださっている神の御心が現れています。 4番目にあたる今日のお話は教会の仲間が罪を犯した時の「神ののにふさわしい対処法のようです。あなたに対して罪を犯した場合」と前置きがある通り直接何が起こったかを知るあなたと私その関係の中で起きた罪に関して罪を犯したことを知った者は信仰者として自分の責任を果たすようにと促しているのでしょう。 兄弟があなたに対して罪を犯したなら、言って二人だけのところで忠告しなさいと書かれている通り、罪を公にして相手を断罪することが目的ではないことがわかります。相手は兄弟です。神の名のもとに集められた信仰の仲間です。兄弟という言葉が今の時代にふさわしいかどうかは別として、信仰上の兄弟が 罪を向き合うことなく、その忠告を拒み共同体から排除させるされるということになれば大切な兄弟を失うことになるのですこれらの罪は自分とは関係のない他人の罪ではなくあなたと私の関係の中で起きた罪であり教会全体に及ぶ重大事ですそれでも聞き入れなかった場合は 二人または三人の証人の口によって確定されとあるように起きた出来事を公正に確認し最終的に教会の言うことを受け入れない場合は違法人か徴税人とみなすという厳しい判断が待っています。違法人や徴税人を教会の人々は罪人とみなし付き合ってはいけない排除の対象としていたので。 イエス様だったらこんな言い方はしなかったかもしれません。しかしか大切なのはこのお話は教会の人々を教え導くために書かれたものであって誰かを裁くために書かれたものではないということです。あなた方が地上でつなぐことは天井でもつながれあなた方が地上で解かれることは天井でも解かれる。 これは地上で許されない罪は天上でも許されない。地上で解かれる罪は天上でも解かれる。ということを表します。だとしたら、神は人が罪に定められて排除されたり、分断を起こすことを望んではおられないでしょう。神の民にふさわしい対応を求めるなら、人間ではなく神の正義に従うことを望むことであり、 そこに向かって共に祈り求めることしかないのかもしれません。人間の一生は思いをはるかに超えた様々な出来事が待ち受けています。良いこともあれば困難と思えることにも遭遇します。この世界のどこに生まれるかによって見,見え方は違い、安定しているようにも危険な場所にも見えるのです。そして一瞬の出来事で また転落してしまうこともあるでしょう。すべての人を救おうとなさる神が弱いものや小さいものに目を向けられるのはすべての人を救うためには弱いものや小さなものの痛みを知ることなくしてなしえないからなのかもしれません。ですからいくら熱心な信仰であっても個人的な信仰では意味はなく神の皆によってさまざまな人が集められることにも 御心が働いていいてるように思います私たちは神の名のもとに教会に集います。ここに集う人々は個人的な関係だけであったのならば、一生出会うことがなかった可能性の方が高いのです。こうして様々な人が集えば集うほど、理解し合うことは難しく、分裂や分断は簡単に起こることでしょう。しかし、 神に従って御心を求めながら誠実に向き合うことによってそこに神の民とされていく働きがあることを覚えたいと思います。今日も神に心を向けて御心に従う勇気が与えられ,与えられますように共に祈りましょう。父と子と聖霊の未によって。 と心境をもって私たちの信仰を告白しましょう。私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。またその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は精霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、フォンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、 死んで葬られ、読みに下り、三日目に死人のちから蘇り、天に登られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから主は生きている人と死んだ人とを裁くために来られます。また、精霊を信じます。聖なる公開、 生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、哀れみを与えください。主よ、哀れみを与えください。天におられる私たちの父よ、 皆が生徒されますように、三国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、 悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。主よ、主の慈しみを示し、主の使え人に義をもとわせ、主の民を救い、 主の平和を今の世に与え主の道をあまねくちに知らせ主よ私たちのうちに清い心を作り主は皆さんと共に祈りましょう特等 主よ、どうか主の民に、世と肉と悪魔との誘惑に打ち勝つ恵みを与え、清い心と思いを持って、唯一の神に従うことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。恵みのため、天の父、永遠にいます全能の神よ、 今朝まで私たちを無事に過ごさせてくださったように、今日一日も御手のうちにお守りください。罪に陥らず、危険にも合わず、絶えず主の導きにより、御心にかなう行いができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。導きのため、永遠の父なる神よ、 あなたは私たちをからによって作り、湯恵みによって救ってくださいました。どうか精霊によって私たちを強め、導いてください。私たちが自らを捧げて主に仕え、共に主の愛のうちにこの日を過ごすことができますように、以降イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。沈黙のうちにそれぞれの思いを主に捧げましょう。 主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たちと共にありますように。アーメン。夜耳を澄ますとスズムシの声が聞こえるようになりました。今、季節の変わり目を感じる頃ですが、夏の,夏の疲れも出やすい時期です。どうぞ一日一日を大切にお過ごしください。